世界のジャパンチャンネルへようこそ。今回は日本と K 国の慰安婦問題をめぐる通貨スワップについてと、それに対する K 国民や日本人の反応をご紹介します。釜山の日本総領事館前に2016年、慰安婦ゾーン問題の象徴とされる慰安婦少女像が新設されました。これは2015年12月の日韓合意に反する行為です。そもそもウィーン条約にも反する行為のため、世界的に見ても大きな問題となっています。これを受けて日本は中韓日本大使を一時帰国させ、スワップ協定の協議再開の中断などを打ち出しました。慰安婦問題に関する日韓合意は、慰安婦問題が最終的かつ不可逆的に解決されたことを確認するという日本政府と K 国政府との合意です。この時日本政府の予算10億円で元慰安婦を支援するための財団を設立するとともに、首都の日本大使館前の慰安婦像については K 国政府が適切に解決できるよう努力すると発表していました。これは直接的な表現ではないにしろ、今回の合意を問題解決と捉え、慰安婦問題の象徴である慰安婦像を撤去するという共通認識がありました。日本側としては10億円の拠出は済んでいるので、K 国側によるソウルの慰安婦像の撤去を待っていたところだったのです。しかしそれにもかかわらず、K 国では新たな都市の日本総領事館前に新設されるという事態が起こりました。これに日本側が反発し、大きな問題となっているのです。日本だけでなく世界的に見ても非は K 国側にあるとの見解が多くなっています。実は2015年末の日韓合意に関わった K 国人ですら、今回の K 国の対応はまずいと顔をしかめているそうなのです。さらに K 国政府はこれだけでなく、2015年の合意時の約束を果たしていないにもかかわらず、 K 国側にメリットのある通貨スワップだけはそのまま強行する姿勢です。インターネット上でもこれは大きな問題となっており、ある K 国人の投稿が注目を集めていましたのでご紹介します。合意内容が日本と K 国どちらに利益があるのかについて、その特質は各国が一回話し合って決めたものだし、両国が一旦合意に入って協約を交わしたのだから、当然履行しなければならないのではないだろうか。慰安婦の10億円についても、日本は約束を守ってお金を納めたのに、 K 国は合意事項を履行できず、感情だけで決めたことを覆した。そんな K 国をどう信じて日本はスワップを結ぶというのか、明確に慰安婦問題に対して感情的な観点で見てみると、一般 K 国民が言う言葉がある程度の筋は通っているかもしれないけど、これが国家間の協議事項の履行と同じ法的効力がある問題が関連されれば、感情だけで解決されるのではなく、原理と原則が優先されなければならないんじゃない？いくら国際社会に向かって日本は悪いです、慰安婦の女性たちがかわいそうですと訴えても、10億円を受けて合意したのに約束を守らず再び少女の像を設置する K 国の行動は、第三者の目線に立って考えてみる必要があるだろう。そしてその設置をしたのが国家ではなく一般個人のようなんだけど、だからといって国家に責任がないのではなく、国家が少女たちの像を設置できないよう制度を改めるか、合意事項を国から履行しなければならないと思う。以上がある K 国人の投稿です。 K 国人の中には慰安婦問題の解決や合意に対して反対の声が目立つ中、このような客観的視点を持っている K 国人の存在はとても珍しいものだと言えます。この問題についてインターネット上に寄せられた K 国人のコメントをさらにご紹介していきたいと思います。日本は K 国が慰安婦像を撤去しても通貨スワップは拒絶するだろう。
日本がスワップをしなければならない理由がない。慰安婦の合意には銅像を撤去すれば通貨スワップしてくれるという内容はない。慰安婦合意とは、日本が10億円を支払い、渓谷はそれを受けて慰安婦問題は負ったものとするという内容だった。最初から慰安婦問題の合意には慰安婦銅像の撤去をするという内容はない。慰安婦の合意は国際法上の強制力がない。日本が自ら渓谷に制裁を加えなければならない事案だ。慰安婦合意は条約でもなく、法律上の強制力はない。当然、慰安婦銅像の撤去は全体の合意事項の一部だ。慰安婦銅像のために慰安婦問題が再び引き起こされたのだが、もし合意事項を履行できなければお金を返すのが合っている。お金を返さないので国家的に信用できないという言葉が出てきて、そして日本の通貨スワップを拒絶している理由になっているのかな。この慰安婦合意は前の大統領が勝手に合意をして、合意には慰安婦銅像撤去の内容が含まれていたが、後になって削除したのだ。通貨スワップはスワップをしなくてはならない国としなくてはならない。日本のようにスワップが必要のない国はこうして拒絶して圧力を加える理由にされる。慰安婦問題最終合意では慰安婦撤去が削除されたままで合意を交わしたのに、何が撤去が合意内容だとざれ言を言っているの。銅像撤去の内容が削除されて、銅像を撤去するという内容を除いて同意を結んだんだ。慰安婦に関して関連した内容を起こさないという合意内容だ。でも慰安婦少女像が慰安婦問題を再燃するので撤去しろという考えだ。草案では慰安婦銅像撤去の項目があったが、慰安婦銅像を撤去するという最終合意文でその内容を除いた状態で合意を交わしたのに、最初から撤去が合意文にあったと曲解して解釈しても法律上の価値がない。日本のニュースでは慰安婦の合意に銅像撤去の内容がないという批判一色だ。慰安婦の合意は条約ではないために国際法上の強制力がない。以上が警告人の反応です。事実に対してあらゆる見解があることから、本当に起きたことや時系列などがあまり正しく一般国民に浸透していないのだということがわかります。とはいえ、警告人の中には冒頭でご紹介した投稿者のように第三者的視点で見ている人も多いようです。続いてこの問題に対する日本人の反応をご紹介します。約束を守らないのが問題なのに、なぜお金を返せばいいという結論に至るのか。約束そのものをなかったことにしようとする国とどうやったら信頼関係が築けるというのか。国際法上の拘束力があるかどうかではなく、二国間での合意を一方が履行しなければならなければ他方は報復するのが当たり前。日本は渓谷に大使を赴任させなければならない義務はないし、ましてスワップを結ばなければならない義務はない。つまり日本が批判される理由はない。全くその通り。慰安婦像で合意に反してスワップ交渉さえ中断したという話、渓谷人には理論的思考がないのかな。あまりにも話が通じないように思える。慰安婦云々は避けて考えても、そもそも日本がスワップ受けるメリットがないんだよな。下手に出るどころか上から目線で助けさせてあげる態度は理解に苦しむ。日本と渓谷の政府の間では強制連行について話し合っていない。強制連行なんて嘘だから話し合う必要もないということ。ところが渓谷人は強制連行があったと信じ込んで怒り狂っている。ここに渓谷政府と渓谷民の救いようのない温度差が生まれ、渓谷民が暴れまくって合意をめちゃくちゃにするという現状に至る。撤去はしなくてもいいけど、慰安婦像を移設する努力だけはしてほしい。努力したかどうかは日本が決めるから。
警告人には正論も常識も通じないからね。以上が日本人の反応です。正直、自分自身や身の回りの日本人を見ても、慰安婦問題に関してここまで熱心に考えている人はあまり見かけません。渓谷では反日教育がされているため、もう少し関心を持っている人が多そうですが、実は私たちが思っているほど一般国民は敵対視し合ってないのではないでしょうか。お隣の国同士なのですから、早く争いをやめて平和な関係になれるといいですね。いかがでしたでしょうか。皆さんは慰安婦問題についてや渓谷側の主張を聞いてどのように感じましたか。コメント欄でぜひあなたの意見をお聞かせください。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。